話ピアラブです埼玉県飯能市の事件の斎藤淳容疑者は頭のおかしい人物ではなかったということをお伝えしていきたいと思います斎、えー、藤淳容疑者はね高校時代はサッカー部に所属していて え非常にね、モテていた、えー、人気者であったそうなんですよ。うん、なのでね、その中学時代とか、えー、高校時代の、えー、友人からはね、えー、信じられないと、えー、すごい憧れられてる、えー、そういう人でしたよっていうことだったんですよ。うん、えー その、このね、ニュースの、ヤフーニュースのコメントとかね、あの、ネット上のその、意見なんかでは、えぇ、ー、まあ、斎藤淳容疑者がね、頭がおかしくなってたんじゃないかとか、えぇ、ー、まあ、精神的な病があったんじゃないかとかね、えー、その重度の、えー、統合失調症だったんじゃないかとかね、そういうような、 え声がかなり多かったんですが、私はそれはまずなかったと思いますね。うん。えー、まあなぜならね、これメディアのニュースでもたくさん出てたんですが、えー、この斎藤淳容疑者はね、この見すぎないのちゅ地域では、評判は悪くなかったんですよ。うん。あの、 地域のね、自治会かななんかの人たちもこう話した感じはすごい感じが良かったとかね。うん。で、地域の人がこう、えー、家庭菜園をしてるね、この斎藤淳容疑者を見つけて、えー、声をかけたら、えーまあま、気さくに応じてくれたとかね。うん。その、地域の人とのコミュニケーションはね、最低限取れてたっていうことがわかるんですよ。うん。 で、まあ、前回のね、動画でも言ったんですが、えー、こういった嫌がらせはね、えー、ビショップさん、家族しかしてなかったんですよ、うん。そのビショップさんたちに対して必要にやってたわけなんですよね。うん、で、他の地域の人たちに対しては、まあやってなかったんですよね。うん、で、あの、本当にね、これ頭がおかしいとか、えー、その、 言われているようなね、重度の精神的な病があったとか、えー、重度の統合失調症であったっていうことであればね、間違いなく、えー、その地域の他の人に絶対にこれ、迷惑かけてるんですよ。うん。もうこれは、あのー、過去のね、事件なんかでもそうだし、ええーま、その、そういったね、実情、 実例を見たらわかるんですよ。うん。もうその、なんていうのかな。そういったその頭のおかしくなってるとかね、重度の精神的な病があるっていうことであればね、あの、特定の人だけを狙うとかってことはまずないんですよ。うん。もうね、その、本当にいろいろな人に迷惑をこれはかけてしまうので、えー、その地域の人なんかからもね、やっぱり、 ああ、やっぱりなんていうのかな。その、うん。まあ、あの人はいつも迷惑をかけるよねっていう、こう、認識になるんですよね。うん。だから、それがなかったっていうのがね、やっぱりその、精神的な病とかね、えー、統合失調症ではなかったっていうことなんですよ。うん。で、その、やっぱりね、うん、あとそのコミュニケーションの面なんかから見て、見てもね、 そういったことはなかったということがわかるんですよ。うん。えーうん、またね、この容疑者、斎藤淳容疑者は、えー、ホンダのセダンをよく乗り回してたようなんですが、その、重度のね、こういった病とかを持ってた人っていうのはね、まず車乗れないんですよ。うん。 あの、免許の段階でも弾かれるし、あの、仮にもし持てたとしてもね、その、車やっぱ乗れないんですよね。そういった認知能力がもう、なくなっちゃってるから。うん。だからね、そういった面からもやっぱ難しいよね。うん。うん、じゃあ、やっぱりどういうことなんだっていうことなんだけど、やっぱりね、これは前回も言ったんだけど、 そのビショップさんたちを狙ったね、工作員であったっていう可能性が極めて高くなるんですよ。うん。で、その警察がね、この斎藤容疑者のとこに来た時も、バリケード封鎖みたいなことをやって抵抗してるわけですよ。うん。で、バリケード封鎖とかね、まあバリ風とか言うけど、そういうことっていうのはね、あの、昔の全教頭とかね、全学連とか、まあ中核派とかね、 まあそういったその審査欲とかね、まあ極左工作員みたいな人たちがよくやるわけなんですよ。うん。まあこういった言動から、なんだろう、推察できるのはそっち系の工作員なのかなっていうことなんだけど、うん。まあまずね、その普通の人はバリケード封鎖とかやらないと思うんですよね。 うんうん、なのでね、やっぱりその、なんていうのかな、斎藤淳容疑者をその取り込んだ組織、うん、まあおそらく巨大な組織だと思うんですが、そういった組織ね、それが絶対あったと思うんですよ。うんえー、そこがね、おそらくこの斎藤淳容疑者を利用した、 っていうような形だと思うんですよね。うん、その世間で言われているようなね、その頭のおかしい人とか、えー、そういう人が突発的にやったっていうものではないと思いますね。うん、あの、うん、さっきも言ったけどね、そういうようなこの状況証拠にはなってないですから。 うん間違いなくその本当に頭がおかしくなっちゃってたら、あの何度も言うけどね、絶対地域の人とか周りの人、隣の家、もうそこら辺の人に何回も迷惑かけてるはずですから。うんもう特定の人だけやってるなんてことは絶対ないよ、それはうん。間違いなくない、それは。ご視聴いただきありがとうございました。